配信してますよって感じなんですけど、ご飯を食べます。ちょっと待ってね。待ち時間配信ね、結構怖かったりするよ、一人だから。見て、今日のお品書き、じゃーん。和風弁当お品書き、美味しそうです。はい、こんな感じでご飯を食べます。ご飯を食べますよと。なんかね、いや、なんで配信しようと思ったのかというとね、聞いてください皆さん。あのね、ちょっともう少しこっちに行くかな。なんかちょっとめっちゃ冷蔵庫で配信してます。冷蔵庫です。なんかね、本当はね、あれだったのよ。もう本当は帰るつもりだったの。帰ってから配信しようと思ったんですけど、実はね、帰ってから配信しようと思ったの。だけど、なんとね、なんだっけ、私、3時間巻きだったの、今日。すごくない？撮影。3時間巻きで、もうすぐ終わったの。でもすぐ帰れるって思って、よっしゃーって思ったの。そしたらね、なんとね、あ、すいません、竹本さんと、あと、花さんが終わってたの。花さんはいつも撮影とか早いんだけども、一番乗りなんだけど、今回は私も早くって、で、花さんとこう待ってたら、もうすぐ帰れますみたいな言われて、あ、じゃあ帰ってから配信しようと思ったら、ちょっと渋滞に巻き込まれてしまって、車が到着しなくてですね、みたいな、もう違う場所に向かっているので、1時間後に来ますみたいな、1時間後に帰れますって言われて、みたいな1時間後、なるほど、1時間後ですねってなって、これ巻く必要なかったねっていう話になったので、この時間はすいません、この時間は何か有効に使いたいと思って、帰ってから配信するのではなく、今配信しちゃおうっていうことになりました。はい、ということで、ご飯を食べます。ポテトサラダです。うんふん。電車で帰ればいいやん。なんともなしね、電車だとね、ダメなのよ。うんふん。すごい、ポテトサラダって感じです。美味しいです。ポテトサラダに感謝、ありがとう、感謝永遠に。じゃあ次は食べたいと思います。ちょっと色味がおかしい。大丈夫これ。OK、 はい、そんな感じ。じゃあ次は何を食べようかと思いますと、卵焼きを食べたいと思います。じゃーん、卵焼きです。やったー。これはさすがに美味しすぎる。寂しい、こんな一人でご飯食べるなんて。そんな寂しくない、みんなが見てくれてるから。みんな見てくれてるから寂しくないよ。好きなもの最初に食べる？好きなもの最初に食べます。だからもうほとんど半分ぐらい食べちゃってるんですよ、このお弁当。もう好きなものはなくなってます。私は
きゅうりとカニカマが好きです。花さんはスマホいじって時間を潰してた。うん、そう。でも私はじっとできない人間なので、何かしたいと思って、そう、そんな感じ。うんふん、頑張ってよかった。昨日は10時には寝ました。でも9時半ぐらいにもう寝る準備できてて、10時にはもう寝てました。めっちゃ早く寝た。今日も早起きで撮影だったので、みんなに今日の写真、もう今日の写真解禁さ、解禁っていうか見せていいよって言われたから、汚い、みんなに見せようと思ったんだけどさ、今スマホで配信してるからダメだ。なんかいつもはさ iPad で撮影っていうか配信してるんですけど、スマホでやってるからさ、今外に出てて、うん、そんな感じ。そうそう、アイヤさんの撮影です。栄光のラビリンスの撮影なので。でも今日はね、8着しかなかった。いつも結構10 11着とか12着とかさ、そんなことないかな、いや結構そんなことあると思うぐらいなんだけど、10は超えるぐらいだったんだけど、今日8着ぐらいしかなくて、すぐ終わったよ。何で1時ぐらいに終わってたかな、どんぐらいだろう。うん、でもすぐ終わったかな。ドーナツ食べた、食べたよドーナツね。あのカメラマンさん、今日はカメラマンさんではないんだけど、あのスタッフさんが買ってきてくださって、しかもスタッフさん用にもメンバー用にも、あのなんだっけ、なんとかドーナツ、有名なやつ、な、アイムドーナツだっけ、アイムドーナツをのなんかセットみたいなやつを2個買ってきてくださって、そう、なんかその中にホイップクリームこう自分でかけれたり、ホイップクリームしかも4種類ぐらいあって、抹茶ホイップ、いちごホイップとかカスタードとか、なんかね、そういうなんかいちごとかも乗せれるよみたいなセットみたいなやつを買ってきてくださって、1人2個いいんだって。そうだからね、それをあのさっき1個食べたんですけど、抹茶味を帰る時にもう1個もらって帰ろうかなって思います。そう、めっちゃ並んでたらしい今日もね、ありがたい、めっちゃ美味しかった。撮影の疲れに効いた砂糖がありがたい。じゃあ春巻きをいただきます。春巻き、ぺちゃんこな春巻き、ぺちゃんこ、うん、うんうん、今起きておはようって、いいな、私もそれぐらいに、ね、寝たかったよ。でも帰ったらもう寝ます。もう一回することもないので、もう一回寝ます。もう寝ることが趣味です。私は寝るときが一番幸せを感じる。じゃあお稲荷さんを食べようかな。じゃーん、お稲荷さん、ナイス、いただきます。うん、これはジューシーだ、すごい油が染み込んでます。いいお稲荷さん、とても美味しい。
これ思ったけどさ、ご飯配信ってさ、喋れない。喋れないのこれ。じゃあみんな咀嚼音を楽しんでもらって。お稲荷さん半分歯型になってしまったので、あ、ごま、ごまがついて、半分食べたいと思います。おいしそう。おいしい。みんなのコメントを見てます。あ、豆、豆だ。無臭、何豆だこれ。わかりません。わかりません。甘い。豆だ。これは何だろう。ホタテ？ホタテフライ？って書いてある。大好き。ホタテフライだって。いただきます。ホタテフライだ。断面がすごく綺麗なんだけど、ちょっと汚いから見せるのやめときます。みんな今日何曜日？日曜日かな。昨日のゆなちゃんどうだったって。可愛かった。なんかもうずっと可愛かった。なんか衣装がさ、なんか私たちが着ると衣装って感じだけどさ、なんかゆいなが着るとなんかスタジオアリス感が出て可愛かった。なんか着せられてる感がめちゃくちゃ可愛かった、ね、最初のさ、でも衣装のカチューシャのリボンがめちゃくちゃ可愛かったね。でもなんかもっとなんかうわーってなっちゃうかなって思ったの、私的に。やっぱりさ、なんかね、緊張するものじゃん先輩。いやでも先輩そんないなかったか、先輩そんないないからあんま緊張しなかったかもしれないけど、なんかね、同期も多かったから安心したのかも知らないんだけど、そう、なんか意外となんかちゃんと覚えてきてて、すごくすごい覚えてきてくれて、
でちゃんと番号に行ってたりさ、もうすごいみんなあすごいってなってたんだけど、そうでちゃんと喋れてさ、なんかやっぱりパジャドラとかさ、あのなんだっけつぼとかさ、なんかたくさんやっぱさコンサートとかさいろんな経験をしてさ成長してるんだなってやっぱ慣れもありますよねって思って、よく頑張ったなみたいな、みんなうーって思ったんだけど、帰るとき一緒だったの、私は帰るとき一緒で、でそしたら車両の中で爆睡してた、かわいい。でもう着いた瞬間、こう私はこうスマホをいじってたんだけど、着いた瞬間にもうね、着いたらすぐふわって分かるじゃん、あ着きましたよって言われて、そしたらさもう爆睡して、もうリュック抱えてさ、リュックでっかいリュック抱えてさ、なんかってこと寝ててさ、疲れてたんやなって、頑張ったんだなって思ってさ、そうで肩トントントンでしたら、うんみたいな、起きて、なんか母性が溢れてるよね、そうすごいね、今日はたくさん寝なさいって思った、本当に可愛かったな。じゃあホタテの半分をいただきます。ホタテでしょ？ホタテじゃないの？もうあってもホタテでしょ？合ってるでしょ？直したんだから私は。ジンジャー可愛いよね。クルタンのランドセルの色。クルタンのランドセルの色何色でしょう？何言ってもゆいなちゃんみたいなのが入ってくるのかな、え、わかんない、なんかその時のさ入れる人によらない。正解は赤ピンクでした。あ、でもあきえさんと一緒かも、ローズピンクかも、赤ピンク、でもほとんど赤かな、赤っぽい、ん？ちょっとピンクが入った赤みたいなやつかな。そう、でもさ、なんか日によってさ、今回は顔、顔面めっちゃ強い子たくさん入れようかなとかさ、今回はパフォーマンス力が高い子たくさん入れようかなとかさ、多分あるじゃん、なんかその日によって。そう、多分ロッキーは結構パフォーマンスとかの方だと思うんだけど、ゴキは分かりません。そう、ゴキは本当に分かんない、ゴキは何のコンセプトか分からない、聞いてみよう。でも5期は結構なんていうの、セミナーとかで来てくれた子を結構入れてた記憶がある。なんか来てくれた子みたいな、結構参加意欲が高い子みたいな感じだった気がする。違うかもだと思って、あと若い子だと思う。6期は若くてパフォーマンス力とかも高い子みたいな。次はどういう子を入れたいのかは知らないから、そう、小さい子が入ってくるかも知らないし、大人っぽい子がたくさん入ってくるかもわかんないし、即戦力っぽいさ、そう、だから多分それによると思います。楽しみだね。でもさ、私さ最終オーディション見に行きたくてさ、相談しようか迷ってる。スケジュールが合えばね、見に行きたいんだよね。
って思ってる。相談してみます。握手会の日なの？無理じゃん。ねえ、見たかった。何なの？緊張してないよ。でも私のこと知らない人がほとんどだと思う。あの方あったよ、メンバーなんですかあの方みたいな感じの認識だと思う。知らない人もいいんじゃない。うん、いやあんま知名度ないからね私は。はい、ということで食べ終わりました。いやダメだったか。握手会の日なんだ。なんでみんな知ってんの？逆になんで知ってるの？なんで知ってるの？なんで知ってるんですか？なんで最終オーディションの日をみんなが知ってるの？見に来ちゃダメだよみんな。どこでやるかわかんないけど。HKT 知らないのに入ってくる子いるのか。いるんじゃないたくさん。結構メンバー内ではめっちゃ見かける。逆にエレちゃんとかいぶきとかそんな48に興味なくて、だけどアイドルになりたくたいとか、なんか親戚とか友達とかに勧められてみたいな。これ逆に受かったりするよ全然。そう、なんか私みたいにめっちゃ知ってるってよりかは、なんか勧められたみたいな方がなんか結構受かってるイメージあるかもね。だから世の中そういうもんなんだよねって思った。うん、結構そうだと思う。6期生もね、みんながみんな HKT を多分知ってるわけじゃなかったと思うし、うん、AKBのなんかあっちゃんさんとか大島優子さんとかの世代はギリ知ってるぐらい。でも知らない人が多いのかな。もう7期生でももう知らない時かな。私が多分世代だったから。どんな子が入ってくんだろう。もうとりあえずアイドルとか芸能活動したいみたいな子が多いのか。でもお姉さん組とか、なんか私と同じ年代の方々がもしいらっしゃったら、もう好きな、めっちゃ好きっていうタイプだと思うけどね。全然知らないんじゃないからね。でも多かったイメージある。12秒とメロンジュースだけ聞いたことありますみたいな多分そういう子が多いんじゃないかなね。でもさ、なんていうの、でも結局なんて言うんだろう、入ってしまえばなんか変わらないというか、まあそりゃさ、そのなんて言うの、活動に対してのこの曲はこの人がやってとかさ、やったり知ってるのはすごいいいかもしれないけど、その人のパフォー、それを知ってるか知ってないかでもその子のパフォーマンス次第だから、そんな関係ないと思うんだよ。うん、そうだからね、どんだけ好きだとしても好きな気持ちだけじゃないから、ね、もう才能とか努力次第だから、運です、もう生まれつきの。ね、いや憧れて入ってくる人いないと思う。多分知らない人が多いと思う私のこと。入って初めて名前を知る人が多いと思う私のことは。ね、そうね、好きなのは力になると思う実際。そう、私はそうだけど、好きだからこそなんかできる、続けられるっていうのだと思うけど、別にね
そういうわけじゃない子もずっと続けられてる子もいるしね、本当に運です。運と努力次第。ね、でも楽しみだね、すごく。ね、ダンス確かに学校で習って。お素顔知ってる強みって何？え、そんなんだってあんま知ってても知らなくても変わらないと思う。わかんない。あんまり、あ、これは私がアイドルだったからわかるなみたいなことは特にないかな。本当に初めてアイドルをしますっていうことも全然いけると思う。もうだって SNS とかだってさ、もし自分が見てた側だとしてもやる側とは違うじゃん。やるのが得意な、なんていうの、 SNS するのが得意な人もいれば、見るのは好きだけど苦手みたいな子もいるから、本当に関係ないと思う。ねえ、ご飯食べたからリップの色が薄いです。すいません、血色がありません。福岡県外の人も歓迎ですか？はい。でももう応募は終わってるんですけど、アナ規制の。最近ね、でまあやっぱり福岡の方は多いけど、ね、他のところから飛んできて私みたいにくれる人もいると思うし、福岡だからめっちゃなんていうの、強いとかいうわけでもない。本当にその子次第。でもやっぱりさ、なんか遠方から来るとなるとさ、家族を離れ離れにさせちゃったりさ、なんかなんていうの、友達がやっぱりいなかったりさ、なんかその地元じゃないからいなかったり、晴れ離れになっちゃったりさ、で引っ越すお金とかもあったりさ、いろいろやっぱりさ条件は違うからさ、プレッシャーというか、が自分が頑張らないとこの家族が支えてくれたものが無駄になるんだっていう気持ちはありますよね。うん、そう、その分何か成し遂げなきゃっていう思いは自然と出てくると思う。っていう感じです。ね、朝です。一話みたいな見たよ。そしたらなんか今回は私たちの時は福岡しか開催されてなかったんだけど、なんか東京も大阪もなんかいろんなところで開催されてるみたいで、ね、すごいよね。もう私たちの時はもう、じゃあ福岡来れる方が来てくださいみたいな感じだったの。このオーディションさえ来れなかったらもう無理ですみたいな感じだったから、そういうタイプだったし、じゃああとこのもし受かったとして、じゃあ次からレッスン始まるので来てくださいみたいな、福岡来てくださいって感じだったので、もうその覚悟がなけりゃみたいな感じだったけど、もうね、最近はこっちが行くみたいなね、タイプらしくて、それだったらね、気軽に受けやすいのかもしれないですね。あ、3時は福岡のみ。え、でもこっち、私はね、すごい うるさいの。5期生はね、あれだったよ。2時もね、セミナーも全部福岡だったよ。
二次も福岡行って、で最初オーディションも福岡行って、でセレクションも福岡、ずっと福岡だった。うん。だからね、部活とかすいませんっつって感じ。でちょっと外の音がうるさいです。すいません。騒がしめではある。そう、でもさ、レッスンとかね、なんかあれなんだよね、毎日あったりするんだよね。だけど、あの福岡民の人は毎日学校終わりとかでレッスン受けれるけど、なんか遠方の人たちは受けられないの。それが残念ながら受けられないから、土日しか来れないみたいな。1週間のうちの土日しか来れなくて、なんかみんな違う、もう進んでたりするの、レッスンの内容が進んでたりしてて、来てもう進んだものを、じゃあ今から遠方の人たちは覚えてこれやってくださいみたいな感じだから、結構ね精神は鍛えられるかも。そう、めっちゃ焦るけど、でも仲間がすごいたくさんいたから、なんか5期はね結構遠方が多かったんだよ。愛知とかもだし、若菜とかもだし、リノもだし、みんな結構ね、ホテル、土日はホテルで泊まってみたいな感じだったから、そう、仲間が多かったから頑張れたかな。そう、私、自分だけさ、土日しか出れないとかだったらめっちゃ焦るかもしれないけど、そう、みんな結構そうだったから、乗り越えられたかな。映像で課題もらったの、あ、でも、なんだろう、最初にね覚えたのは映像、でも映像がもらえたりするのはもう受かってからかな。受かってから、そのお披露目までのレッスンで、次この楽曲やるので覚えてきてくださいとかはあったかな。でもね、最初私、なんだっけ、最初なんだっけ、5期生でやったのが、一番最初に HKT の曲を踊ったのが、あの立ち位置込みでね、やったのが12秒だったの。もうそれだけすごい覚えてる。12秒はめっちゃ覚えてる。そう、だからね、12秒でお披露目するのかなと思ったらメロンジュースだった。そう、12秒で楓とあのダブルセンターだったんだけど、で嬉しいなって思ったら違ったよね。楓がね、はるぴさんで、私がさくらさんだった気がする。でテトラポットでなこさんぽじがいぶきとかだったのが覚えてる。でめっちゃぽいなみたいな思って、これかなって思ったら違ったそうなのよ。でなんか、でメロンジュースが渡された時にさ、最初にそのさ、一番最初に12秒もらった時にさ、やっぱダブルセンターもらっちゃったからさ、え、これワンチャンいけるんじゃねとかさ思ってさ、こうメロンジュースの立ち位置を見たら4番手だったので、まあ、まあ4人センターみたいな感じだから、4人センター、ダブルセンター、4人センター違う楽曲か。どうだったっけ。そうだから、あ、落ちちゃったかって思って。そう、でもさ、上をさ一回経験しちゃったらさ、落ちた時にさ、あ、落ちたなってなるじゃん。あのね、なんだっけ、最初はね、楓と伊吹がセンターだったんだよね。でリミカで私だったんだけど、で悔しくってすごいね、その立ち位置を、じゃあお披露目これでしますって資料を渡されて、名前見た時に4番手にいて、もうめちゃくちゃ悔しくって、私的には、その時の私的にはすごい悔しくって、
なもう泣いたの、ガーってわーって泣いたら、なんか今はいないマネージャーさんなんだけど、その研究生担当のマネージャーさんがいたんだけど、その方に笑われたの。で笑われて、でえなんで笑うのみたいな感じで私ガチギレして、ガチギレして、でなんかもうそのなんかすごいすごい、ね、もうガチ泣きしてるのになんか笑われたからはみたいな感じで帰ったの私。でホテルでめっちゃイラついてて、なんでみたいな。そしたら電話かかってきて、でごめん悔しかったよね笑ってごめんみたいな言われて、そしたらいやでも竹本がセンター目指してると思ってなかったからさみたいな感じで笑って言われて、いや誰でもセンターになりたいって思うんでしょって思って、結構その電話でそれを言われてより切れた覚えがある。そうだから、あ自分はセンターになれる存在って思われてなかったんだ運営さんにって思って、すっごい悔しくって、でも今こうさなんかシングルでさせていただいてるから、もう見返してやる勢いで今送ってるよね、生活してる、アイドル活動してる。そういや目指してると思ってなかったからさって笑われてさ、だったら12秒もセンターにさしなければよかったのにね。そうでもよかった見返せて。うん、誰でも目指させてって思ったよね。そう、そんな感じだった。チュ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 。でもさ、楓がさ、楓がなんか私が泣いてるのを見てすごい励ましてくれたの。そうでもさ、自分が励ましていいのか悪いのかわからない立場じゃんって。だけどなんか多分放っておけなくて励ましてくれたのがすごい覚えてる。そう勇気出して大丈夫って言ってくれたんだろうなって。だってさまだ若いからさ、やめてよとか言うかもしれないじゃん。だって自分がもしかしたらさ上なんだったよ、自分より上じゃんとかってさ言うかもしれないのに、こう勇気出してさ悔しかったねって言ってくれてさ、優しいなって思ったよね。そう自分だったら言えない、絶対に。なんか自分が言ってもなって思っちゃうけど、ね、でもそこでほっとけないっていうのが楓らしいなって思った。そんな感じです。でもいろんな思い出があるから、まあ7期生には頑張ってほしい。あの最初の立ち位置で全てが決まるわけじゃないから、本当にもう初期なんていくらでも変わりますから。なんかもうめっちゃ5年目とかまで6年目とかになったらなかなか変わらないかもしれないけど、最初は差なんてちょっとなので、自分の頑張り次第で変わると思うので頑張ってください。応援してます。今何時ですか？でも呼びに来てくれると思う。今何時でしょうか？52分か、まだいけるな。うん、そんな感じ。歌っとく？でもね、今外にいるからね、イヤホンがないの。イヤホンがないんです。だからカラオケできない、ごめんね。
いやね、リップもね結構ね遠いの、ここ楽屋から。なんかリップつけるエフェクトとかないかな。リップつけてくれないかな。なんかこれとかなんかできないかな。ないか、さすがにリップはありませんでした。顔を細くする機能は あったけど、リップ機能はさすがになかった。山田か。まだかな、まだかな。リップ機能あった？本当に？リップないよ。うん、リップはないな。クマを取る機能ならあるけど、クマを取る機能はありました。で、リップをつける機能はなかった。他のメンバーは今撮影してると思いますよ。撮影、顔細くしてみていいよ。そんなに見たい、私が顔細くするところ。どう？どう？顔細くなった。どう？クマをつける機能はないよ。なんでクマをつけるの？クマを取る機能はあるけど、クマをつける機能って何？それメリットあるんですか？メリットある？目大きい、目もっと大きくできるよ。これ大好き。こんにちは。ありがとう。他にどんな機能ある？他には何かあるかな。あ、トーンめっちゃ明るくする機能と、あと歯を白くする機能がありますね。え、歯を白くじゃあしたいと思います。歯を白くする機能って何？ありがとう。歯が白くなりました。歯を白くする機能で歯白くなりました。ありがとう。みんな来てくれてありがとう。嬉しい、来てくれて感謝。ありがとう。こけてない？ここ痩せすぎてこけてるんだけど、ここちょっと助けて。ありがとう。やばい、これから戻すの現実見るみたいでめっちゃやだ。うん、ちっちゃくなってる、やだ。小顔効果ねえ、やだ、すごいねえ、悲しいねえ、めっちゃ悲しい。なんか現実身を帯びてる。歯白い、歯白い、めっちゃねえ、やだ、現実歯白くない？ちょっと歯白すぎるな。もう少しとあげるか。こんぐらい。はい、歯元に戻った。ね、こんな感じです。現実、なんか一回さ、たくさん加工しすぎちゃうとさ、その現実を見た時にさ、悲しくなっちゃうよね。なんか、あ、自分の顔ってこんなんなんだ、悲しくなっちゃう。加工したくなっちゃう。今日はアイヤさんの撮影ですよ。
だけどこの後は特に何もないので、寝ます。帰ったらメイク落としてすぐに寝ます。まだかな、本当に。そろそろ終わっとこっかな。今何分？みんな今何分ですか？寝ます。もうなるべくね、家にいたいね。あ、58分！そろそろ終わっとこっかな。いつ呼ばれるかわからないので。じゃあ、皆さん今日はありがとうございました。ランキング読んで終わりたいと思います。ありがとう、こんなね、空き時間に見てくれて。13位ブランさん、12位ダイちゃん、11位香港のジャッキーさん、10位ションション。あ、すいません。9位ナイアガラさん、8位タナピー、7位フランさん、6位ヨッチ、5位ブンタ、4位 MJ ジュンヤ、3位クロちゃん、2位マシャ、1位アオイちゃんでした。ありがとう、みんなありがとうね、見に来てくれて、こんな短時間のありがとう。じゃあまたね、バイバーイ。